<laughs> 今日もギリギリを狙って楽しんでいます。中坂美恵です。ガチャ起きて三秒なの。今飛び起きて、とりあえず髪の毛大丈夫か見に行って、親にちょっとやってくるわって言ってきました。はい。 いや移動で寝たら間違いなく寝過ごしてしまうタイプなので無理だと思う今日も頑張りますスペシャルチラミすごいなんかはや、い、でも今日は昨日よりも出発時間が遅いのでだいぶ余裕 割と話せますから全然コメント送ってください。<laughs> はようはようみなはよう。ほんとねね起きて3秒だからねマジ声ガラガラなの。 おおはようおはよよううみんななんでそんなさ急に久しぶりも始まったのにさ来れるのな今日の夜はもうちゃんとやるので安心してください今日の夜はちゃんとやります赤坂めいどくせん計画始めますね頑張ってくださいやめそうな目 <laughs> してるんだけど私余裕って言ってると時間なくなるあるある間違いない学校はもうね春休みです早いねー されると思ってました。さすが。通知が来るじゃん。でもさ通知でさ。気づくのが。すごい中。作め組織計画始めます。おー無音鑑賞中おはよう。組織計画、みんなで頑張ってください。それでは寝起きの早口言葉をお願いします。 隣の曲子はよく書き食う曲だ隣の曲子はよく書き食う曲だ隣の曲子はよくかき食う曲だツイッターのヘッダーが新しくなってかわいい、ね、んでしょなんか本当は別のことのイラストを書いてほしくて頼んだんですけどなんかヘッダーが書いてきました <laughs> あれもねハゲちゃん作ですマジでねえうますぎおはようでやす おはようございます。PC は通知くないから気をつけて。すごい。なのに気づいたのすごい。あ、でも携帯とかとの連動してんのかな。にしてもすごい。なんかいろいろとアカウントできててついていけない。MA <え>も全然ついていけないです。ハイちゃんの嬉し可かわいいよね。ね。かわいい。もうなんかさ。 合ってないんですけどなんか昨日すごいさ <laughs> 楽しそうなさ話めっちゃ聞かされてさすごい良かったけど羨ましかったしあっ隣のクラスがクラスみんなで焼肉食べに行ってて仲良すぎやろって思いましたやっぱり卒業してから一回も動いてないかもあ一回だけ動いたけどそれっきりですね 今はある程度ギリラを予想してました。ありがとう。また今日の夜は、ちゃんと予告してやれたらいいけど、意外と時間ないかも。<laughs> 今日もハイトンカツ行ってきます。行ってらっしゃーい。困ん,んちゃ困ん,ん,んちゃん。<laughs> 200日記念配信は夜やります。30分くらい。なんか本当に今ゆっくり家でできる環境じゃなくて、 申し訳ないけどてかもう朝もうちょっと早く起きろって感じなんですけど、はい、35分くらいに目が覚めて布団か出たのが43分です綺麗ですありがとうみーのことじゃなかったらごめんしばらくレッスンに忙しいそうですねもうなんか立て込んでます 毎日新しいことをしてくのでもうついていけるないですめっちゃ肌光ってない太陽光かもしれんやばい <laughs> いやいやみーちゃんしかありがとうございます タンパンクしてるって言ってたもうやばいです4月3日の服は決まってる3日か4日か分かんないけど1日は服決まってます <laughs> なんか最近ね寝起きでもお二2人が安定してるんですか今までは全然安定してなくてうつ伏せしてるのかな そうかすると目が腫れてあなんか映ったけどまあいいかあジャージではないですレナさんソフトコンは復活できずでしたみえ 緊急事態宣言解除で夜は来れないことが多くなりそうで悲しいそれは悲しいそっかなんかお仕事も長くなったりするのか頑張ってください <laughs> コンサートの配信チケットは全て買ったおさすが今日透明感すごい透けてる透けてる私透けてるお花か3秒お花か3秒 やばくね3秒で <laughs> 鼻がズズズしてるのは花粉症ですただの目がしょぼしょぼしてるのもただの花粉症です、まあ、幸い今日はくしゃみ全然出てないから、はい、じゃあ昨日ね初めてみくるんと一緒に練習をしたんですけどみくるんあんまりお話はできなかったけども一緒にやりました 意外なメンバーじゃないそうあのきみちゃんとえなちゃんとみくるんと4人で練習しました <laughs> 全て花粉症のせいだ間違いない全て花粉症のせいですだからめっちゃ鼻声なんだけど何これ中坂さんって呼べてる後輩には後輩に名前呼ばれたことないです みはるんはみはるんは元気ですかみはるんは元気だと思われるみはるんはね元気だけどでもやっぱみんなもうね疲れたわってんのって、ね、昨日う人たりてましたあっみえとおはよう中坂バス停なを乗り過ごさないようにね行っちゃったとかやめてください 先輩って呼ばれてるの呼ばれないですねなかちゃんが今日も可愛いのも花粉症のせいだねそうみんなの目がしょぼしょぼして可愛く見えるフィルターがかかってるんだよ寝起き可愛いありがとうありがとう仕事戻ります頑張ってねはいっと 話しかけるときんて言われるの話しかけられません。<laughs> なんか見えから話しかけてるかもしれない。セーラー。あ、何語だろう。こんにちは。乗るバス行っちゃったわ、一度ある。それやらないように。まあでも、今の時間通勤ラッシュだから周りに人いそう。<laughs> 花粉じゃなくてもかわいいよ、棒読み。<laughs> ありがとう、ありがとう。インドネシア語すごい。なんて読むんですか <laughs> 待って待って、その大音量で私の書類も流さないで。一度待ってみましょう。そうですね。はい。 こちらも寝起き秒で見たけど可愛さがボンバーしてますありがとうあなたのあれも可愛いアバターもなかちゃんから見たみくるんってどんな感じだったみくるんはなんかめっちゃ顔好きみくるんめっちゃ可愛いし肌白いしなんかきみちゃんよりの女の子じゃないおはまるってみまじすごい あ、そうだいつ切れるか分かんないかギフトブドブチブチさんハートシュルルルさんみないなるまかわいいかわいいかわいいブルドックさんライフ,フヨピュぴピュさんだるまありがとうございます <laughs> おはようおはようなるほどそうですショールームも何回か見たことあるけど めっちゃなんかさ結構さ話うまいなと思います最近メイクしてないからメイクしようかな今日また夜に来ますねお仕事頑張ってください。分ありがとう 今日は日ははでですすしてないですただなんか星集めに行ってるいろんなルームに基本的にあもう青木ちゃんとかの配信見たことないけど割とみんな見たことある <laughs> うーん糸満ちゃんもあるな石塚ちゃんもあるな ミレイちゃんもアナンちゃんもあるしカノンちゃんもあるよあニシイちゃんもある何のための星8もやねたまに壇上に行くためです <laughs> かなりまあスキーはもうほとんど回ってんじゃねすごい回ってます <laughs> パトロールではないです全員ジョッキーって今ジョッキーの話してるから <laughs> 男女はねたまにね池田とかの配信の上時にいますそっそっ でも先輩の配信とかにもなんかたまに星投げて調子乗ってると男女にいてファンの方に見つかって「中ちゃんがいるよ」みたいなコメントをされるってバレるみたい <laughs> そうやば仕事しよう頑張ってー <laughs> マリンちゃんのところにも来てくださいマリンさんのところ見ます マリンさんがやってる時間と中坂が見る時間が合わないと見れなかったりもするんですけど59分ありがとうございますということで短かったですけど903人の皆さん配信見てくれてありがとうございましたテロップが出ることを祈って終わりたいと思いますイエーイあギフトギフトありがとうブーブーさんハートありがとうみんなお仕事頑張ってください

あ出たーバイバーイ多分すごい切れる。